お願いします。よろしくお願いします。いませんか、こういうお面かぶってる人が。39歳です。いやー、ちょっとさすがにお面は、ちょっとやめてほしいかなっていう。さすがにひょっとこじゃなくて、すごい熱意は僕的にはすごい伝わったんで、僕が責任持って、プロデュースじゃないですけど、ちょっとこれ着てみてよ。どうぞ。簡単に取れちゃうかなって思いましたね。いや、ホストは楽だと思います。お腹吸いたいんですよ。もしそこで本当にそこが悪かったりしたら、ご縁がなかったというか。ビッグになりたいホストを大募集します。リッチになりたいホストを募集してます。興味のある方は Twitter の DM にてご連絡お待ちしてます。テーブルマナーって何ですか？お客様が座るだけで何万もかかる世界だから、はい、グラス拭いたりとかお酒入れたりとか、卓を綺麗にするっていう、そのお仕事だから、はい、君ちょっと今から教えるから。わかりました、どうぞって言って、はい、それでお客さんに聞く。でこう混ぜる時も隠してあげて、はい、2周ぐらい半時計回りというか、半時計回り、半時計回り、はい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 。なんかいろいろ意味があるから。その意味は何なんですか？なんかこの、時計回り回しちゃうと早く時間進まないかなとか、そういう意味があって。君たちはやっぱお客様に失礼だから、早くこの場が終わって。あ、そう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 、あ、逆で。これ伝わります？伝わります。伝わっちゃう人には伝わっちゃうかなみたいな。頑張ろうね、一緒にやってみようか。はい、来ました。じゃあどうぞ。どうぞ。できました。間違ってるとこいっぱいあったけど、間違ってるとこいっぱいあったけど、はい、徐々に、逆にこの、実践というか練習でよかったなって、はい、全然ゆっくりゆっくり自分のペースでいいから、はい、覚えていこう。ちょっとさ、もうちょい、やってくんない、きつい。はい、全然できてないし、あ、優しいから言わないけど、はい、次、はい、できてない。すいません、これご飯休憩ってないんですか？ご飯休憩、お腹が、まかない的な、はい、ラブはまかないっていうのがなくて。あ、ないんですか？そうだね、まかないはちょっとなくて、ないけど新人の子とかを掃除するんだけど、掃除やる前にちょっと早くにお店に来て、はい、お腹すいたな、終わらせるっていうのはあるかなって、ただちょっとまかないっていうのはちょっと用意なくて、まかなった方が良かった。お腹すきました。何も食べてなくて、ずっと。タバコもダメですか？タバコもダメですか？タバコ、今吸っていいですか？タバコも今は、そうだね。ダメなんだ。あとヘルプっていう立場は、タバコ吸っちゃダメ。タバコ吸えないですね。タバコ吸いたいし、喉も渇いたしね。ダメなんですね。あれ、アイビー。え、あれ、さっきの子は、さっき研修してない？見てないけど。見てない？うん。後ろ見てください。あ、すいません。これ売り物だよ。はい、すいません。喉とやってるとこ一緒だった。はい、すいません。喉が乾いて。すいません。喉が乾いて。いやいや、関係ないから。すいません。いつまでタバコ吸ってる？あ、すいません。普通に取れよ。はい。すいません。タバコ吸って。さっきのさ、はい、研修の時からさ、思ってたんだけどさ、はい、二人とまじふざけすぎじゃない？はい、すみません。普通に、はい、舐めすぎでしょ、仕事。あゆぶさん、優しいから言わないけど、はい、
何仕事中にお腹すいたとか知らないし、関係ないし。すいません、お腹すいて。何言ってる、はい、マジで。すいません。仕事中だからマジで。はい、どうした。いや、こいつが、なんか、店のやつ飲んでるし、タバコとか吸ってるし、普通に意味わかんねえなと思って。オッケー、じゃあヒロシ、ちょっと一回、こっち来て。はい。ねえ。はい。何してんの。いくつよ。すいません。ねえ。これ、お店が買ってるもんでしょ。はい。ねえ、これも。お店が買ってるもんってことは、お客様が払ってくれたものだから。はい。じゃあ勝手に飲んでいいわけないじゃん。いや、喉が渇いて。覚悟決めてきたわけでしょ。はい。歌舞伎町に。もったいないじゃん、そんなんじゃ、時間が。で、うるさしてあげたいから、こっちも。はい。ヒロ。はい。開いた。なんか食べた？いや、まだ何も食べてない。腹食ってない？はい。あ、じゃあなんか俺、食べるから、一緒買いに行く？はい。何も食ってない。そうっすね、何も食べてない。お腹すいちゃう。行こうかな。はい。何が好きだ？僕ですか？食べ物。ウディエル？ウディエル。なかなかいないけどね、ホストで。はい、この間、アイトさんに。アイト？怒られたんですよ。はいはいはい。あの人何なんですかね、マジで。まあまあまず、アイトの言い分もまあ、わくないけど、どんな感じで怒られたの？いや、わかんないですね。わかんない。なんで怒られたかわかんない。なるほどね。そもそもこれ食べて元気だそう。今日またね、また頑張ろう。いただきます。ねえ、まあ、まだ入ってばかりし、嫌なこと絶対あると思うけど、まあ、何かって聞いて。はい。何をきっかけでムニエル何をきっかけで、なんでお前してるんですか。え、それが関係なくないですか。関係なくないですか。業務であれはもう全部内見らしいやるんだから。それはなんでお前してるの。だってホストをしてるって思われたくないですよね。ホストをしてるって思われたくないですよ。それ払ってでも違う別のドリンクで出して勝手に外れて、じゃああまりにストレスすぎるから。わかるよ。わかんない。わかるよ。どういう態度それ。皆さん、ぜひお待ちしてます。